その大きいこと、小が川き也です。トライオート ETF 自動売買セレクトオーゾンというタイトルをつけましたけれども、私のオーゾン体験談をお話しするわけではありません。ということで、2018年10月11日に公開しました。こちらの動画ご覧いただいた方はいらっしゃいますでしょうかはい。トライオート ETF でオーゾンする前に知っておいてほしいことですね。で、まあ、トライオート ETF に私は魅力を感じないとお話ししました。その理由はですね、 トライオート ETF の自動売買機能っていうのは買いしかないんですよ。はい。えー、売りができない。手動だと売りができるようなんですけども。はい。ってなってくるとですね、えー、まあ下げ相場になると利益を出すことが難しい。まあ この動画公開した時に、まぁ、あ、ちょっとトレンド転換するんじゃないかなっていう気持ちあったんですけど、まさかここまでね、えー、大きく、えー、避けていくとは、まあこの時は予想できませんでした。はい。で、え w、ー、ツイッター上でですね、えぇ、ー、トライオート ETF で検索かけてみると、えー、強制ロスカットになってしまった方も多いようです。ブロガーさんとかもですね。はい。で、えー、まあこの自動売買セレクトっていうのが多分トライオート ETF、えー、実装されてからしばらくして、えー、あの、 追加された機能だと思うんですけども、まあ、インバースト証券さんお得意の選ぶだけですよね。えー、ま、シストレ24フルオートとか、はい、まあ、選ぶだけの機能を搭載するのが、ま、好きなんですよ。まあ、この理由としては、まあ、インバースト証券さんが好きっていうよりも、まあ、ユーザー側がやっぱり、え、選ぶだけっていうのは、あのー、こう、キャッチーというかね、はい、えー、ま、人気が出るものなのかなとは思います。はい。で、え、その中でもナスダック1003カードっていうのが特に人気があるようです。これ、ま、人気の理由っていうのはもう簡単でですね、ただパフォーマンス。 が良かったんでしょうはいあのー、トライオート FX の、えー、とコアレンジャーとかも結局よく選ばれてるのってパフォーマンスがいいからなんですよでもパフォーマンスがいいものっていうのはあとあとまあ大きな反動が出る可能性も秘めてるっていうところなんですよねはいで、えー、こ,のこのトライオート ETF の自動売買セレクトっていうのは59個あります 59個。ここの数字をちょっと覚えておいてください。で、えー、足元の株価指数などを見てみますと、えー、まず、えー、日経225冷やしチャートですね。えー、確かトライオート ETF には、えー、日経平均のなんか ETF もあったと思います。まあまあ、えー、下げています。そしてですね、まあ、その理由としては、まあ、アメリカですね、アメリカの株式,株式市場が下げているからということで、ニューヨークダウが、はい、えーまあ、10月ぐらいに天井をつけて、そこからまあ、 はい、トレンドが変わってしまったでニューヨークダウだけじゃなくて新興市場ナスダックも下げていて、はい、S&P500 なんかも下げているということでですね、えー、まあトライオート ETF の銘柄の多くはあのアメリカとかの株価指数が原資産になっているものが多いんですけども、まあ、こうなっちゃうときついんですよねでそのトライオート ETF の自動売買セレクト先ほど調査してみましたこの数字は動画投稿日私 が調査したものです。この4つはプナスダック103 0カードっていうのもまあ一応7.27%まあどこからかっていうのをちょっと書いてなかったんですけどもはいのようですでこれ以外は全てマイナスです59ある、えー、トライオート ETF 自動売買セレクトの中の残りの55個全てマイナスです、はい、で、えー、下の方の数字を見るとこんな感じです マイナス59%パーマイナス55%パーマイナス52%パーということでですねまあどこかで強制決済強制ロスカットになってるかもしれないんですけどこの辺りもしあの選んでいたらでですね、えー、まあまあはい下落相場になってしまったからまあ仕方がないっていう まあそういうまあ考えというかまあ言い訳というかそういうのもそういう見方もできると思うんですけどもですねまあそもそもですねこのトライオート ETF の自動売買になぜ売りの機能がないのかとねあの自動売買セレクトの中にですね売りから入れるものもあればよかったんですよはいでまあその多くの方がやっぱ選ぶだけっていうので選ぶものの中にこの 下げ相場でも利益を上げられるものが、えー、入っていなかったっていうのはちょっとあのインバースト証券さんが、えー、まあミスというかですねこれ入れなかったのはなんでなのかというのをちょっと思いたいですねで、えー、そのインバースト証券さんの今一押しの商品っていうのはトライオート ETF のはずなんですよもう公式のホームページ飛んだらトライオート ETF バーンって出てて自動売買セレクトバーンって出てるんですよ、まあ トライオート FX 出して、まあ、そんなに当たらなかった。ね。まあ、やっぱトラリピっていうのが強かったですし、えー、ま、同時期ぐらいに出てきたループイフダンがもうすごい今ブームになってるんで、まあ、トライオート FX なんかそんなに盛り上がらなかった。そしてえシストレ24。シストレ24も、え、出てきた時は盛り上がったんですけども、フルオートで。 もう偉いことになっちゃって。で、まあ、おそらくこれ、シャウンをかけていたのがトライオート ETF なんでしょうけども、まあ、こんな結果に今なっているということを今回お伝えしたかったわけなんですよ。で、やっぱり、えー、さっきのその2018年10月11日、11日ですかに、えー、公開しました動画の時と同様にですね、やっぱりね、まあ、リピート系だけじゃなくて、この投資ってやっぱり売りから入れる方が絶対いいんですよ。 ただ、あの、株価指数でも売りから入れるものあるんですよ。ちょっとこの動画概要欄に、えー、いくつか、えー、URL を貼っておきたいと思います。まあ、これからさらに下げていくのか、それともね、えー、上がっていくのかはわかりませんけども、まあ、やっぱり高値、高値だなと思ったところでは、売りから入るっていうのが、まあ、 投資の、投資として、えー、まあ、そのスタイルとしていいのかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。